せーのーせ。イエイ。皆さんこんにちは。チャピさんとママちゃんです。どうもどうも。普通芸人ちゃん。ということで12月はせーのメリークリスマス。テレテテ。朝がやしまいや。ということで本日はクリスマスでも食べれちゃうオートミールを使ったヘルシーなクリスマスレシピをママちゃんに教わろうの会でございます。よろしくお願いします。あ、起きてもんな。今日はね、実家に来てるんやけど、年末年始に減量中の方いないかもしれへんねんけど、ちらほらインスタでもうすぐ減量スタートみたいな方がいらっしゃって、早ないって思ったんやけど、まあ、減量中でも、まあクリスマスの時でもやっぱりタンパク質意識したいやん、良質な脂質とか取りたいやん。私ねオートミールの使い道が分からへんくて、ママちゃんになんかオートミールなんかいい感じに使われへんって相談したら、ママちゃんが私クリスマスのレシピはママちゃんが教えてあげるっていうことだったので教えてもらいます。名付けましてシェイカー使って簡単にできる、オーブンオートミールクロケット。クロケット。揚げない？包まない？クロケット。クロケットを作ります。クリスマスにでもヘルシーで美味しく楽しみながら過ごせるという素晴らしいレシピを教えてもらいながら、私はただただ教えてもらうというだけで応援してます。はい、応援します。今日使うオートミールがこのネイチャーカンさんのオーツパウダーです。これね、なんかオートミールってさ、あの粒々なやつが多いやんか。けどこちらはこういう粉末になってて、嫁にもらってプロテインマグケーキとかプロテインパンケーキとか、あとよく聞くのはオートミールのお好み焼きとかあるんやけど、それ以外の使い道何って思ってたのがママちゃんによって解決されます。ママの料理ってめっちゃあれやで、好評やで。ありがとう。めっちゃな、めっちゃ楽ちんやし、すぐできるし美味しいし、なんかそんな思いつくみたいなのが多いから、材料を準備します。ネチャカンのオーツパウダーを使います。ちょっとスリッパ取ってくる、うん、ママちゃんが今スリッパを取りに行ってます。本日使う材料はこちら、こっちです。チャララ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 。まずは豆乳、味噌煮、味噌煮のサバ缶、何でもいいです。サバ缶ってめっちゃよくって、タンパク質がこれで36取れんねんけど、これね、サバ缶の脂質12って結構多いんちゃうと思うかもしれないんですけど、サバ缶は良質な脂質でエネルギーにしてくれやすい、不飽和脂肪酸やからおすすめ。ナースケ君もサバ缶めっちゃ食べてるって言ってたので、いいよ。しかもお味噌が入ってるので味付けが簡単でコクが入るっていうやつですね。そうです。パセリのみじん切り、めんどくさかったらファファファのやつでも大丈夫です。はい、ドライでも売ってますけど、こっちの方がこうなんかなんとなく味わいがいいかな。無添加のパン粉、パン粉、グルテン気にする方はなんか米粉のパン粉とかもあるみたいなので、うん、でお好みによってスイートコーン、でも今日はどっちでもいいね。はい、次の材料がだし、広島名物だし道楽のだし、何でもええです。入れてみよう。えい。顔にかぶったね。使うのがねシェーカー、プロテインシェーカーやって、筋トレっぽい。じゃあここに250ぐらい豆乳を入れて、はい、250ぐらい適当でいいっす。ネイチャー感の小さじ2。今日使っていくね、このネイチャー感のオートミールやねんけど、今ネイチャー感がクリスマスセールしてるらしいです。12月15日から12月20日まで最大 70% オフのセールみたいなので、ぜひねこの機会にねゲットしてみてください。しかもチャピさんクーポン売っていただいたら、さらにそこから 10% オフになって最安値になりますので、ぜひこれゲットしてこのメニューを一緒に作ってみてください。はい、再開しましょう。はい、いきますよ。はい、お出汁チョロチョロ。はい、はい、はい、じゃあこれ蓋してシェイク。はい、じゃあこれをフライパンで熱していきますが、ちょっとノンスティックのテフロン加工のフライパンでお願いします。の方が便利ということです。油も引かないよ。引かないですよ。その代わりテフロンです。え、
ちょっとね、質感がね、硬かったので、もう一回、はい、いきます。あ、いいんじゃない？うん、こんな感じの質感になったらいいみたいなので、はい、混ぜて混ぜて。なるほど。これ、あの、別にカロリー気にしない人はこれをパン粉つけてクリームコロッケで油で揚げたら、お子さんとかがいる人はいいんじゃないですか。いいと思います。これがクリームっぽくなるんだね。里芋をふかして潰した感じの雰囲気に似ている、質感にね。それを生かしてクロケットです。クロケット、おー、すごい。これぐらいで十分です。ダンって感じ。はい、ダンって感じ。はい、サバ缶、サバニスに味噌に登場。味付けはこれとさっきのだし醤油潰して。サバの嫌いな子供でもサバの味噌煮缶を食べれてしまうということや。これぐらいやっちゃいますね。潰して豆乳、これもちょっと量を考えてね。こんな感じでなんとなく混ざりました。こういうガラスのでも何でもいいです。ダン&ダン。これ、あの、丸めてあげるとコロッケ、こんな感じ。オートミールは食物繊維が入ってるのと、あと炭水化物源、お米とかさつまいもとかと比べて同じ質量、一食分に対する炭水化物量が少ないから、オートミールはめちゃくちゃ食物繊維もあるし脂質も入ってるからお通じにもいい。グラノーラとか食べたらお通じが良くなるのはオートミールのおかげかもしれないね。じゃあさっきのパン粉とパセリをミックスしよう。これにパン粉とパセリを混ぜて、本当はちょっとパルメジャンチーズとかを入れるとまたこの美味しいねんけど、うん、今日はちょっとなんとなく違うかな。うん、はい、こんな感じ。バリエーション何でもアレンジできるね。そうそう。でもトースターに入れよう。これもうすべてに火が通っています。なのでもうあったかいので表面トースターに焼くだけで十分です。オーブン調理もできるみたいけど、オーブンないお家の方もいらっしゃるかもしれないので、今日はトースター。魚焼きグリルでもいいって言ったね。魚焼きグリルでも結構ですけど、別に表面焼くだけなのでそんなに何でもいい。はい、ロマンちゃんはクリスマス何するんですか？内緒。内緒。チャピケでは絶対大きいハンバーグとキッシュとオートミール。オートミール、あ、違う違う違う、ミートローフ。そう、大きいハンバーグっていう名のミートローフと大きいキッシュとポルチーニのクリームパスタみたいなの作ってたよ今。でそれを絶対にすんねん。で大きいケーキも買ってくんねんけど、そう、今年はどうしようかね言うてな。はい、では入れます。普通にトースターね、うん、ちょっとトースター汚いから、あの今入れました。閉じました。ちょっと熱してから入れてね。ちょっと上に焦げ目つくぐらいやから、あのアルミもせんでいいな。いや、アルミしたら焦げ目つかへんから、うん、アルミはしないです。そのままです。途中でオリーブオイルちょっと塗って表面がカリッとするようにしたいと思います。クリスマスの一番記憶に残ってることは、毎年チャッピーちゃんと葵ちゃん、お姉ちゃんがサンタさんにお願いするためにクッキーと牛乳を置いてありがとうって送るけど、もうクッキーとミルクでお腹いっぱいは食べてる。え、じゃあそれ一個面白い話ある。そのサンタさんにクッキーとミルク残す文化あるところとないところらしいねんけど、まあ、あの、私はよう作っとってクッキーと牛乳置いとくでね。でクリスマスの朝になったらクッキーが一口なくなって、牛乳もちょっとなくなって、サンタさんが来た痕跡があんねんけど、私はできるだけ残ったクッキー食べたいから、できるだけ小口で食べてくださいサンタさんって思いながら、あの、朝起きて、あ、ちょっとだけやったら、まあ、多分いろんなとこ回ってお腹いっぱいだよなと思って、それ全部食べてた。そんなんしとったわ。夜遅いに食べなあかんのは大変やった。食べてるやん。ね、は
い、これぐらいでいいかな。オリーブオイルを、わあ、こんなこんなハケあるん？あるよ、100均で売ってる。はい、日本に売ってる？オイルスプレーって売ってる？あるある、最近ある。あれでやると結構うまい、便利、便利にいくけど。あ、言うてもあびーあびー、はい、なりました。こんな感じ。おお、めっちゃ美味しそう。え、これはもう完全に嫁に行ける。嫁にもろてすごい、でもめっちゃ簡単にできたよ。めっちゃ美味しそうだし、めっちゃいい匂い。ちょっとね、油のせ、ちょっと引くとこうやって焦げ目ができたりします。というわけで今日の夜ご飯完成いたしました。ささみのめちゃめちゃ薄々衣のほとんど油を極限に使ってないヘルシーカツレツを作ってくれました。そしてそれに合わせるタルタルソースです。これマヨネーズしっかり入っております。でこれがおばちゃんが作ってくれたオートミールの焼きコロッケです。いただきま す。オートミールコロッケ、全然味想像つかへん。へーの、うん、あ、めっちゃクリームコロッケや、うん、そうよ。あの材料使ったって分からへん。今ね、お姉ちゃんが帰ってきてて何を入れたかまだ言ってないけど、ほんまに分からへんけど、この味だけでほんまにしまっとる、うん、めっちゃ美味しい。なんだこれ、コロッケみたい。クリームコロッケ、うん、そう、正解、うん、クリームコロッケやねんけど、何でできてると思う？具ネタ、クリームのところ、クリームじゃなくて、クリームじゃないの、オートミールの粉とサバの味噌煮だけ。サバの味噌煮、これサバの味噌煮缶、すごくない？めっちゃ美味しい。ほんまにクリームみたいなんな、うん、ほんまに、オートミールって分からんぐらいクリーミーで美味しい。真っ赤っかぜひ作ってみてね。メリークリスマス、バイバイ。そしてネイチャー館セール中なのでぜひチェックしてね。